テトランドリンは、ビスマイナ水素基のリン系のアルカロイドであり、カルシウムチャンネル阻害作用を持つ。また、肥満細胞の脱化流を抑制するので、抗炎症作用、抗アレルギー作用を持つ。その他、キニジン様の抗不整脈作用を持つ。シマハスの墓面から管理された他、中国や日本の草木に含まれている。血管拡張作用を持ち、血圧を低下させる。 テトランドリンは肝障害の治療や肝癌の治療に有用である可能性がある。繊維中体切除術指向後患者、または重度の血膜炎患者に対する血膜の過剰な瘢根化、繊維化を予防できると期待される。テトランドリン並びに、その誘導体の抗炎症、抗繊維化効果は、軽肺、肝甲変、関節リウマチの治療に応用できる可能性がある。 テトランドリンは、インビトロで、エボラウイルスの宿主細胞への侵入を阻止し、マウスを用いた、初期研究で、エボラ出血熱の治療効果を示した。テトランドリンは、SN メジルコクラウリンのラジカルに量化により、合成される。ファンチニン、ハンファンチン A、n s c 7 7三3 7テトランドリン、シノメニン A、D、テトランドリン。ありがとうございます。